ここで始まりました、もてつチャンネルです。初のですね、神戸からのですね、撮影になっておりますけども、ですね、まあ、神戸でですね、いろいろ動画撮るにも、動画編集するにも時間がないと思ってですね、なので、注文してたやつが届きました。次にやってきました。開けたいと思いますね。はい。お、ほっ、よっ。どうやって開けるんだろう、これ。MacBook MacBook Pro ですね。買いましたね、これできっと編集もすぐできるようになれたと思いますけども、さあですね、どんな感じで注文したのかですね、見てもらいたいと思いますが、そうです、バグってたんですよね、一時期ウェブサイトが。13インチの方が小さくていいんですけど、ね、このね、Core i5 しかないんですね。この Core i5 ですね。なんで、もっといい CPU を使うためには、こうですね。こっちの方がいいわけですね。15インチのものにしなきゃいけないわけですね。こっちだと Core i7 があるわけですね。で、スペース的に、まず色を選ぶんですね。色は、この黒、暗いやスペースグレー、シルバーの方がいい感じなんですよね。こっちにしようかな。i7 ですね。こっちは i7。で、4.1GB。ターボブースト。よくわかりません。何なのか。ね、これも調べません。何のことやら。同じ。5505は555560。何が違うんでしょうか。16はメモリ同じ。ストレージが256GB、500。何が違うのかわかんないけど、まあこっちの方がいいんでしょう。こっち。なんだろうこれ、多分きっとネットが弱すぎてバグってるんでしょうね。あ、これちょっと。プロセッサーを選ぶ。あ、え？さっきのやつじゃなくて、また選ぶんですか？あ、もっといいのになるんだ。i9。じゃあこっち。メモリー。30。じゃあ32。グラフィック。知らん。なんか、わからんけど、とりあえずいいやつ。ストレージ。あ、保存するやつね。ハードディスクドライブは、まあ、別にそんなに多くなくて。でもいいですね。外付けのをつけちゃうんで、まあ動画編集で一応取っとくことも結構あるんで、まあ512にしておきますかね。キーボードは、あ、これね、選べるわけですね。これ日本語にしとかないと本書くとき大変なんですよ。全部英語でやろうか、そうです。トフルとかのやつ英語でやってんですけど、結構大変なんですよね。この今MacBook Air でこの画面やってるんですけど、これ英語設定にしてあるんですけど、執筆にものすごく向かないので、どうします、こっちで。で、Final Cut Pro は必要ですね。Logic Pro、音楽は作んないと思うんで、まあ、もし必要だったらいずれ買います。45万になりましたね。45万するんですね。はい。高い。で、やっぱバグってんじゃないのこれ。ストアを選ぶとかなってて。お近くの Apple Store で受け取れます。なんでなんだろうこれ。多分インターネットが弱すぎるのかな。アダプター変えて。ああ、USB に対応するやつ。Office 入ってないってこと。Office を入れといた方がいいのかな。わからんけど。ないとダメだよ。が485,322円の消費税が38,000で524,180円、高いですね、なかなか。あ、しょうがない。さあ、Mac Pro ですね。MacBook Pro 初めてですけど、まあ、MacBook Air はですね、結構使ってたんですけど、こんな感じですね。こんな感じです。
おお、結構すごいですね。もう気をつけて使わない。おお、勝手に動き出した。知らなかった、勝手に動くのね。はい、まあ、多分処理能力は相当早いと思うので、ですね。よかったなと思いなくて。おお、言語選択が出てきましたね。English! いただきます。はい。Language English。あーでもイングリッシュで選択すると言語を選択するのが難しくなるのかな、わかんないです。カナで一発で変換できなくなるかもしれないですね。なんてこった。あった Japanese keyboard Yes That's very important Yes そうあのじゃないとね、そう Japanese keyboard に選択しないとこの多分一発でカナに変換できないと思うんですよ。なのでそれを、キーボードは日本のにですね、TOEFL とかのね対策にあの英語のにしようかなと思ったんですけど、前ですねそれでやったらですね日本語に変換するのが非常にめんどくさくて、やめました。はい、設定にできました。あの暗いやつにしました。ダーク目に優しいのかなと思ってこれにしました。で全部英語の設定にしてありますね。でまあこれからそうですね、このFinal Cut Pro っていうのをですね使って、動画をいろいろと編集していきます、ね。あの Siri のセッティングのところを取ればよかったなと思いますね。Hey Siri とかですね、What's the weather like とかですね、全部読まなきゃいけないんですよ。でちゃんと認識するかどうかみたいなのをやったんで、それがちょっと面白かったんですけどね。はい、こんな形でですね、やっていきたいと思いますね。まあいろいろ試したりしたいんですけど時間がありません。私はもう明日のですね。セルタの、授業のためにレッスンプランを書き、さらにはそのレッスンで使うマテリアルの編集にかかります。はい、では今回ご視聴ありがとうございました。これでまた頑張っていきたいと思います。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.